フェナコデスは、後期暁新生から、死神予中期の約5780万年前から5200万年前に生息した哺乳類の絶滅した属。カフシメフェナコデスか最初期の夕日爪哺乳類のうちの一つ。キヒズメ類の祖先、あるいは祖先に近縁の生物であると言われる。フェナコデス化石体長約1.2から1.7メートルほどと、羊ほどの大きさ。 軽快な体の作りであり、比較的小さな頭部と弓なりになった石柱、やや短い頑丈な獅子と長いを持っていた。獅子は、尺骨と頭骨、肩骨と肥骨がお々の独立しており、前後とも端を回すことができた。森林や湿地帯の柔らかい地面の上を歩くのに適した形態であったと思われる。獅子の先には哺乳類の基本形である5本の指があり、 その先には小さなひずめがついていた。この内中指が特に大きくなっており、これとその両脇の指の3本で体重のほとんどを支えていた。これは、キヒズメ類などに似た特徴である。組み立てられたフェナコデス骨格。頭部は、後のユーヒズメ動物に比べると小さく、脳幹部も大きくなかった。また、葉は44本と、 魔獣類の基本形態を止めたままであった。おのおのの葉はそれほど特殊化しておらず、九種の葉間も短かった。植生は主に草食であったにせよ、時としては肉食や昆虫食などをしていた可能性がある。北、アメリカ及び南アメリカ、ヨーロッパから化石が出土森林などで暮らしたと言われる。ありがとうございます。